アモルの占い処方箋、魔法の言葉でお悩み解決。はい、それではね、石井さん、今日はね、どういうご相談のようですか？はい、キラキラ女子に馴染めなくて。キラキラ女子、はい、あの、私、例えば、はい、あの、もともとすごいオタクで、うん、コスプレとか大好きで、ずっとそういうオタク的な活動をしてきたんですけど、キャンキャンの読者モデルとかも今やってるんですけど、そういうこう美人で綺麗な方ってもうなんか身も心もキラキラしていて、なんかこんなオタクでコスプレが好きな女がその場にいていいのかなってすごい思っちゃって、そうね、そういう考え方だったりとか、そういうものをこう自分でやっぱり思い描いてるっていうのがやっぱカードでも出てきてて、その、自分っていうものをそう一回取り外してねっていうか、手放してねっていうことで言われてるのね。で、それがきっともうね、近々ね、次の現場だったりとか、そういう時に出てくると思う。じゃあキラキラしてる人は本当にキラキラしてるか検証すればいいのよ。あ、検証、この人はじゃあ何が家で、何食べてるのとか、例えばね、意外と本当家でね、ポリポリね、お菓子食べながらね、全部してる子もいるかもしれない、身近なことから。そう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 、そうすると自分との共通点、だよねって共感できる部分、する出来事っていうのがね、あと近い将来ですね、あると思います。頑張ります、ちょっとその内容でね、書いていきたいと思います。なんか洋服の話とか、なんか最近流行りのなんかスムージーとか、そういうことの話ばっかしてんじゃないかなと思ってこうアニメとかの話しても絶対伝わらないし、どうしようみたいな。昔好きだったアニメとかね、ああ、今はもちろんスムージー飲んでるかもしれないんだけど、はい、石井さんと同じようなお悩みを持つ視聴者の皆様にも処方箋を出したいと思います。相手との共感できるポイントを見つけることで、自分と相手とのつながりを感じ、喜びへとつながる。お大事にしてください。ありがとうございます。